はい、どうもこんばんは。チーム羅針盤のあやたまです。カムライは久しぶりですね。そして今日は結構遅くなってしまいました。さらに言うと先ほどですね、ちょっとネットワークの回線がおかしかったのでちょっと接続をいじりました。これでも安定しているはずです。というわけでやっていこうと思うんですけど、前回どこまで行ったかなんですよね。前回は私の記憶が正しければ早漏期といったものと戦って不死パートですね。でその後こちらのかかとパートになったと。でシュオンと一緒に旅立とうって言ったのに断ったといった流れだったはずですね。あとはおばばと話すと、話が進んでいく。でただその前にサブイベントみたいなものがあるみたいですね。とおばばをでもシュオンと話す前になのでダメですね。であともう一個あります。もう一個はおばばに話す前に自警団詰め所で団長に話しかけると腕試しを持ちかけられるそうです。である程度ダメージ受けちゃうと敗北になるらしいんですけど、3人で交互にカムイを使うと楽に勝てるというみたいですね。でこの戦闘に勝つと優秀な防具を手に入るみたいなので、これが後々響いてくるのではないかなと思います。まあ、白飯のリハビリを兼ねてやってくれるんじゃないかと信じております。白飯やり方を忘れたそうです。安心してください、あやたまもやり方忘れてます。とりあえず攻撃と守備、集中と拡散、何ボタンかは覚えてないです。さて思わずオープニングを2回見たわけですけど、ではやっていきましょうかね。メモリーカードは刺さってます。レベル7、しかもまだ第1章なんですよね。まだ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 ですね。さあここから久しぶりに動かすわけですね、かかとくんです。アナログスティックで動かそうとしますが、このゲームプレイステーションなのでアナログスティックはない時代のものです。当時はですねコントローラー自体が相当重かったですよね。なんかプレステ3プレステ4になるといろんなものが増えているのにコントローラーは軽くなっていくという不思議仕様が続いていますが、そこは道具屋ですね。体力は全員もう1000超えてますね。で、新規ですね、カムイを使うための、まあ、俗に言うマジックポイントみたいなものはカガトが今一番多いみたいですね。今白飯は何を探しているのでしょうかね。あ、自警団、自警団はわからないです。
自警団、詰め所で団長に話しかけるとなんですけど、どこが詰め所なんですかね。詰めてそうな場所。あ、こんばんは。あ、自警団団長だ。ちょうどこれでサブイベント的なものが始まりますね。やってやるぜ。う、ちょっと、やってやるぜ。あがちっちゃいですね。表に出た。喧嘩。手加減抜きだと。さあ始まりましたね。自警団団長、こっちに来い。さあ切ってクスクスやって切ってでカムイを撃とうとしているのか道具をやろうとしているのか、ちょっと動きがあれですね。シュオンが今カムイを唱えましたね。呪文ティグ、刺さった。え、なんか自警団団長毒受けてません？勝手になんかで与えたのかな。ボルト、そんな場所でやると切られるんじゃないか。ボルト撃ちました。これは強そう。デーン、1060。あ、自警団団長意外と体力ありますね。普通火吹かれたら死ぬと思うんですけど、いいみたいですね。ティグレル、ティグレル、これよく見たやつです。昔740、なかなかのダメージ。そして毒を受けてる自警団団長。そして今度はまたシュオンでハバル。ハバルは岩の呪文だった気がします。うわー、今切られた思いっきり。ハバル、痛い。ただ威力はそこまでですね。カガトのアボルが一番強かったのかな。あ、ボルドだったっけ、名前忘れました。あ、ボルドか、アボルは違うわ。でこの辺のですね、カムイ全部カタカナなんですけど、攻略本見るとちゃんと漢字が書かれてるんですよ。なのでぜひゲーム持ってない人でも攻略本買ってたらどうですか。謎の宣伝を入れていきます。あ、勝てたみたいですよ。一回ズバッと思いっきり切られてましたが、見事だ。大切に使うんだぞと。修練の道義、これが優秀みたいですね。修行儀。さあ、あと守備力とあと神器が上がりますね。カムイ打ち放題、打ち放題ってわけでもないや。他の装備はもうないよということですね。さあ、あとはもうおばばに話しかけると、なんとこれで第一章終了します。この前めちゃくちゃ中途半端な場所で終わってたみたいですね。第1章を、まとめると、まずとりあえず主人公がカガト、この青年と、あとフシっていう神様、この2人で動かしてたんですけど、まずフシという神様がこの人間が住んでる場所に移動してきましたと。そしてカガトは旅に出ようとしてる。盗賊団をとっちめました。こんな感じですね。びっくりマーク、ヒリハ、何もない場所でも風で髪がなびく。冠を振っている。あ、イベント始まったじゃん。これサブイベントだと思いますね。あ、ネズミ、キャー。動きと音、ラジオ体操してるようにしか見えないけど、ネズミかわいいのに。ちなみにあやたまはネズミ肯定派です。白飯もすごいうなずいてます。犬派か猫派かと言われたらハムスター派なので、我々は。虫は全部ダメです。サキーハの意外な一面が見られましたね。白飯はゲジゲジとムカデがダメらしいです。あなたはムカデはいけます。
ただ G のつく黒光りのやつはダメです。ああ家直した方がいいぞ。ああ追い抜いた。自慢の末足で一気に最後刺していきましたね。さてこれでおばばに話しかけると、あれあれああれシュオンに話しかけてないことになってる。と頂上にいるシュオンに話しかけて一緒に旅でいなくね。あ、買い物しろってことかな、とりあえず。とりあえず準備ができたかどうかおばばに言われて、そうだなと話したら第1章が完全に終了するみたいです。タダで売ってくれや。薄着布、布なんで修行着よりもいいんだろう。あ、この辺りは回復アイテムですね。壺マークは回復系のアイテムです。カルベナの葉、チキの葉。お金が結構高いぞ、チキの葉。カルベナの葉はもう今20個も持ってますね。結構あの敵が落としてくれるんですよね。そしてなぜか不死の道具袋とかかとの道具袋はリンクしています。不思議ですね。さ あんまり品揃えが良くないと。白飯が今若干吹きましたね。トイレ行きたいまだ我慢しなさい。さて旅立ちたいところですね。 OBB に話しかけたいけど買い物済んでないとダメなのかな。うまく喋れてない。お、とりあえず休めましたね。いやこの曲もよく聴いた。懐かしい。あのこのゲーム懐かしいといっても半分程度しか進めたことないので、この配信で最後まで見届けたいですね。ボスがどんぐらい強いかとかを見てみたいので。結構あの雑魚は弱いんだけどボスが異様に強いとかいうゲームありますよね。おや？え、本当に買わないとダメなの？あ、買ったのか。え？シオンにも話しかけたし、え、これでもうこのまま出ちゃっていいのかな。出ちゃいます一回。そこに入りたがってますが入りました。誰？母親？あ、カカトの母親じゃないんだ。信仰熱き男。完全に不審者。もしかして積みゲーこれ。せめてあの出てから一旦休憩挟みたいんですけどね。これあのどんだけかかるか分かんないけど出たら休憩挟みたいです。鍛冶屋、鍛冶屋。いいですよ、このグダグダが配信の醍醐味ですからね白飯からそうと言われてますが、おおここに話しかけないとダメみたいですね。お金な長剣、後人剣、警備の槍。あ、それなんちゃらかんちゃらって装備したやつですね。
石碑歴、石碑歴、あれただの石つぶてらしいですよ。石を拾って投げるみたいな、スリングショットみたいなもんですかね。スマッシュ64 Sorry, this、this game is not スマッシュ64。あ、もしかしてあれかな、なんか付け忘れたかな、タグか何かを。あ、消し忘れたのかな。あ、今ちょっと見に、あ、帰れる。これで無事、もしいじれてなかったら休憩中確認しようと思います。わかんない、実は純粋にスマブラをやれというおぼし飯かもしれないですね。これで旅に出れるんじゃないかなと思うんですけど。およー、ちょっとこれ一旦休憩挟んで考えましょうか。じゃあすいません、一旦これで休憩入ります。そしてその間にどうすれば出れるのかというところと、もしスマブラ64のタグか何かついてたら消そうと思います。では、これで一旦休憩。
はい、お待たせしました。チームラ新版です。実は、まあ、見てわかると思うと思うんですが、さっきまでもちょびっと動かしてました。2つ過程を考えてまして、まず1つは、おばばに話しかけた後にもう1回話しかければいいんじゃないかと。で、それ試したら外れだったんですね。で、もう1つの過程は、中途半端な位置でセーブしたから、詰んだんじゃないかっていう。で、今その第3の過程を見出してて、全員と話しかけてみる、全員に話しかけてみる、こういうことを今試している次第でございます。もうこれ話したと思うんだよな。イベントももうやってるし、シオンがいない。そこら辺ボタン押したら実はシオンいるとかいないよ。ない、ポチポチやってるけど。シオン話した記憶あるんですよね。あ、そっち下いけない。困ってます。誰かカムライガチ勢いないかな。大丈夫かなこれ。これで積んだらこれ配信終了。まずいな。まあ、ここはあの素晴らしきあやたまのトークスキルでつなげるしかないですね。いや今日はいい天気ですね。もう夜ですけど、これで全員話しかけてはいますよ。いけるのか、いけるのか、言ってくれ、頼むぞ。いやーいやー、おばば思わず設定押しちゃってる。マジで。私だって一生懸命戦ってるのよ。こっちだって一生懸命やってるよ。カガトと私の相性はなかなかいいみたいね。俺はキリハ。ちなみにあやたまさっきまで足に冷えピタつけてたんですけど、ちょっと足の裏がすごいヌルヌルしてて気持ち悪いことになってるんですよね。椅子にヌルヌルが付着しちゃってる。どうするのこれ。やばい。最悪イリスのアトリエに変えますか。マジか。話したと思うんだけどな全員に。でこのまま出るにしてもダメだと言われる。あそこの一番手前にいる自警団の人には話しかけた。やっぱりセーブするタイミングが悪かったとかですかね。そんな隠れバグ。あいつは多分話しかけない、かけれないですね。装備をちょっといじってみますか。ちょっとそれに変えてみて。ちゃんと防具買ったんだよっていうアピールを。おばば買ったよ。ちょっと攻略の前のページとかも確認してみますね。つぁー、でも攻略の前のページあれなんだよな、節パートなんだよな。ここでしかないからな。絶望。絶望ビリーですよこれは。おばばと話してお金はもらった、前回の配信で。でシオンとも話して二人で行こうって時いいえと答えた。でシオンの信頼度好感度は大幅に下がった。でそれでセーブしてるんですよね。
でそしたらこのシオンと話すイベントを発生させる前におばばの家に訪ねればキリハの探し物イベントがあったんですよ。ただ今回は話した後なのにそのイベントが発生したんですよね。で腕試しはおばばに話しかけるまでにってなってるので、これは順当に発生した感じです。ん？あ、シオンがいる。村長の家、奥地。ちょっとこのシオンにも話しかけたら何か起きますかね。あ、あ、あれ？あ、もっと前に話した内容とまたなんか重複してたのかな。ああ。あ、すいません。すいません、今ちょっとマイク切れなかったです。ああ、最悪な位置に移動した。まあ、これで進めます。進めますよ、多分。白飯が鼻かいてます。いやー長かったな。これでいけるのではないでしょうか。頼むよ頼むよおばば。これでいけたら我々のミスですあ、なんかおいすいません、我々のミスですいやいやすいません、これで第一章終われそうですあ25分迷いました。あ、20分か。いや激しい激しい村でした。あー、よかった。雲橋、雲橋、雲橋。おばばの召使いもいますね。あ、あの雲橋か雲橋というのはあれか、村の出口か。はい、違ったボロボロちょっとツボに入ったですね。おお、びっくりした。そんな、お、そんなに今のって、そんなに怒ることなの？カカとか一番大人。配信と同じくボロボロですね。あれは、あのチームワークは。闇の国より旅立ったカガトたち。カガトの不思議な力、
シオンの強きものを求める願い、キリ。一方、フシたちは聖の国へ戻るべく、あ、ウの国だあれ。生の国でも聖の国でもなく、これ前も言いましたね。さあ、ようやくこれでフシパート、まだ闇の国におんの。あー、移動した。第2章です、これ。あー、よかった。無事第1章終わりました。はじめからいや、でもこれあるあるじゃないですか、シュオンを見つけれなくて迷うとか。多分ポイーンでかポイーンポイーン。さあ、これで動けますね。ここでは、まず最初に、なんだこれ、クスノハコウと出会うらしいですね。神殿内の階段を降りてクスノハコウの部屋の前に差し掛かるとイベントが始まり、部屋の中に入れるという流れです。このクスノハ、言いづらいな、おい。クスノハコウはカズラの姫の父親みたいです。さあ、階段降りて。こんな階段怖くて降りれないわ。そこ部屋じゃないみたいですね。あ、笑ってはいない。クスノミキヒ、ちゃんとカズラの姫がしっかりとした理由で旅に出れますね。まあ今一旦外れちゃいましたけど、あとは神殿の間に急ぐとしよう。
ちゃ一方通行な神殿。ここで歯の神脳と謁見を済ますという流れみたいですね。さあ迷子中、迷い飯。ですね、虫が湧いとる。さてというわけで、今謁見が済んで、湖の汚染を調べるっていうのと、あと歯の玉ですね、あや玉と似てる、それをなんとかしようっていう話ですね。でこの後の流れとしてはカズラの姫とまた話そうという状態ですが、ここで一旦休憩を挟んでカズラの姫に会いに行こうと思います。メール送ってない。今白飯から指摘が入りましたが、道具カガトとフシ連動してませんね。気のせいでした。訂正してお詫び申し上げます。今日はちょっとボコボコですね。はい、というわけでこの状態で休憩。
はい、休憩から戻ってきました。チームラ新版のあやたまおよび白飯です。ではこれでカズラの姫と話して再び仲間になりましょうと。
ウの国、聖の国ではないですよ。ひどい。する。これちなみにどっちでも信頼度上がるらしいですよ。これもどっちでも上がるらしいですよ。さあ、なんか節っぽいセリフを選びました。すごく高い位置に移動しましたね。そしてカズラの姫が仲間になりました。で、あとは階段登って第一の神殿入り口に行こうとなってますね。で、月影がパーティーに加わると。言い忘れましたよ。これさっきのがラスト休憩です。もっと上いけるんだ。とりあえずこちらに。酔いやすい神殿でしたね。で、ツッキーがやってくる。ウの国ですよ。さよ姫、また新しい名前が出ました。フシ様なかなか頑固ですね。さあ、これでパートが今度カガトパートですね。第一の国クアラ、さてここではセーブ地点があるので、ここのセーブをしたら終わりになるかなと思います。ただまだ時間がちょびっとあるので、ちょっとだけ進めますか。怒ってる。壮大な BGM ですね。
かバーッと。さて、ここからの流れとしては、武道大会入り口の係と話す。で、宿屋の2階に行く。で、その後、闘技場へ行くと、話がちょっと進んじゃうので、宿屋の2階行った後にもうセーブをすることになりそうですね。あ、シュオン。お、ここまた選択肢があるみたいですね。おお、これでシュオンの好感度が上がります。相変わらず移動があれですね、上下左右にしかカクカクと動けないですね。セーブポイントありますね。100バル結構取る。ちょっと画面が暗くて見づらいですね。とりあえずまず最初に武道大会入り口の係と話す必要があるんですけど、そこの場所がどこかって話ですね。武道大会、あ、左奥にあるみたいですね。ただ一個一個見たがる。ここはどこだ？あ、教会ですね。
水海が汚れてみんな困ってますね。鍛冶屋、武器が買えるが金があるのかという問題が。金がない。野立ち、狩猟の弓がありましたよ。弓ということはもしかしてっていう予測が今立てれますね。さあ家に入りたがる白飯、何かあるかもしれない。さあ動きが不審、壺がある、入ってない、壺がある、入ってない、白飯が使えねえ家って言ってますね。 RPG ってあれなんですよね、家に自由に出入りできるってすごいですよね。普通あんまり家に人を入れたくないと思うんですけどね、知らない人は。不審なおじさん、この町は基本的に神様を強く信仰してますね。おお、暴れとる暴れとる。ウの教会にさよ姫、ないない、ナインティナインかな、教会にいなかったんですよ、さよ姫様。はや、あのおじさん。カップしてる。あ、切り肌。別にない。あ、ここ見張り小屋らしいです。あ、見張ってる。これでも一通り見た感じですかね。じゃあ、あと闘技場行って話をして、で、まあ、宿屋の2階行くまでは OK です。そこから先行くとちょっと話が長引きそうですね。さあいちいち話を聞く。あ、そこから死んでんの。闘技場はそちらの方向ですね。ここから先です。あ、闘技場にもセーブポイントありますね。マッチョークオバラ兄弟、クオバラか、クオバラ兄弟。こんだけで終わりみたいですね。これで宿屋に行くと、でちなみに宿屋に2階に行くとまたちょびっとキリハとシオンがいるみたいですよ。で話が若干進みます。
苦労人まだそんな苦労するような年頃じゃないと思うんだけどな、青年なんだけどな。いますね、決闘でも始まるような立ち位置。ここはハモる。ここ先がカガゴに。クオバラ兄弟。よー、さあ選択肢が出てきましたね。見ての通りな状態になります。あ、調整し始めましたね。結局行く。これで翌日になるって感じですかね。じゃあここでセーブしてちょうどいい感じになるかな。おー、ちょっと立場逆転しましたね。また調整する必要が。あー、闘技場に行ってもいいけど、ただそうすると若干また話が進んじゃうかなと思いますね。セーブポイントもあるけど、多分入った瞬間に何かあるので、ここで一旦セーブ、一旦というか今日はセーブをしておしまいにしましょうかね。はい、というわけで今回はここまでとさせていただきます。次回来週は、配信がない日となります。で、再来週もない予定なんですけど、もしかしたら何かしらやるかもしれないとだけ、ない確率 80% だと思っていただければと思います。で、しかもやるとしてもカムライはやらないです。カムライをやるのはその何週間後だ、 1,2,3 週間後の日曜日になりますので、お待ちいただければと思います。そして、そうですね、ぜひチャンネル登録をしていただいて、過去のアーカイブもですね、1日10週ぐらい見ていただいて、また配信を続きですね、応援してくれればと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは今回ここまでです。お疲れ様でした。